思い出の映像をみんなと、そして一日お仕事を教えてくれたスタッフのみんなと一緒に見てみましょう。どうですか？
験の仕事体験する姿、すごい最高でした。では今日の感想をみんなに聞いてみようかな。ねえ阿部ちゃん、あれ阿部ちゃん、阿部ちゃん、阿部ちゃん、面白いな。阿部ちゃん、パティシエに将来になりたいと思いましたか？ありがとうございます。はい、あれじゃあみんなの声が聞こえないのでマイクをもうちょっと近づけてください。はい、すいません。はい、はい、あんた大きい声出たのに、お見せるの。お名前は？ヨーリミオンです。ヨーリミオン、今日はどんなお仕事をしましたか？島作りなどをしました。将来なんてみたいなお仕事ありましたか？いろいろあって。司会はどうですか？ありがとうございます。お名前は？橘月です。学校はどこですか？沖縄小学校です。今日はどんなお仕事をしましたか？ラジオ番組などをやりました。将来何になりたいと思いました？保育士やラジオ番組もやりたいなと思いました。そうですか、本当に面白かった。ありがとうございます。みんなすごい最高の笑顔です。みんなとっても楽しかったんだね。とっても嬉しいです。さあ、今日の楽しい一日も残り少なくなってまいりました。今日作ったものの中で受け取ってないものがある人は帰る前に出入り口のところで渡していますので、必ず受け取って帰ってくださいね。ではここでスタッフを代表してタウンラボアカデミーの高橋智之より皆様にお礼のご挨拶がございます。高橋智之さん、お願いします。本日は皆さんどうもありがとうございました。お疲れ様でした。そして、お母さん方、ご協力、子供たちを、ね、連れてきてくださって本当にありがとうございます。ちょっとお話をさせていただきますが、去年から始めた、プロジェクトなんですが、このキッチョブ北亀お仕事パークは最初は一つの文集がきっかけでした。ある小学校の子供たちの文集の中で、将来なりたい目標あるいは職業がないっていう子供たちがいたんです。その子供たちの文集を見た時にすごく胸が熱くなりました。もっともっと夢を見させてあげなければいけない私たち大人がもっと頑張る必要があるんじゃないか、そんな気がしました。その結果このプロジェクトを進めていこうということで2年間たくさんたくさん準備してきました。その結果これだけのたくさんの子たちに来ていただいたことに本当に感謝申し上げます。それからもう一つ、子供たちへウサギとカメっていう童話がありますよね。ウサギとカメが競争します。
ウサギは当然足が速い。カメは遅いのはみんな知ってますよね。だけどカメが勝ちました。なぜ勝ったと思いますか？ウサギが寝てたから。油断してたから。寝てたから。そうですね、油断してたり寝てたりしたからカメが勝った。でも本当の意味っていうのを今日皆さんにお話したいと思います。ウサギが見てたのはカメのことなんです。カメのことばっかりを気にしているがあまりに油断して寝てしまった。でもカメが見てたのはゴールだけなんです。ウサギのことなんか見てなかったんです。目標を持ってそのゴールしか見てなかったからウサギに勝ったんです。皆さんはこれからたくさん夢を見て将来の目標をすごく悩みながら進めていくと思います。でもこれだけの大人たちがみんなのことを応援しているってことを忘れないでください。たくさんたくさんみんなのために準備をして頑張ってきました。そのことを決して忘れないでください。最後にこの基地局を完成させるに協力してくださった桜ホールの皆さん、そして企業の皆さん、ここまで準備が大変だったと思いますが実現化させてくださった JC の皆さん、そしてタウンラボアカデミーの皆さん、本当にありがとうございました。皆さんも力でそう完成することができました。この出会いと仲間のこの協力に感謝して最後の終わりの言葉とさせていただきます。タウンラボアカデミー高橋智之でした。ありがとうございました。高橋智之さん、ありがとうございました。今日はみんないっぱいお仕事をして疲れたと思うのでお家に帰ってゆっくり休んでください。またこのようなイベントを開催するときはまたみんなぜひ参加してください。それでは最後にみんなで大きな声でキッチョブーと言って終わりましょう。さあ皆さん立ってください。はい、皆さん立ってください。2階の保護者の方もどうぞご起立ください。全員で最後に保護者の方もお願いします。はい、みんな大丈夫ですか？大丈夫ですか？みんな立ったらこっち注文。はい、注文。それでは私が最初に北上おしもとパークと言ったらみんなで大きな声でキッチョブーと言って終わりましょう。それでは皆さん右手を構えてください。はい、右手を構えてください。右手を構えてください。はい、行きますよ。みんな大きな声でね、いきます。北上おしもとパーク。